今日はですね、これ人から言われたら HSP かもしれませんよということで、HSP の人が実は言われやすい、そんなですね、言葉について解説したいと思います。一応今回の研究はですね、HSP 研究で非常に有名なテッド・ゼフ博士というですね、カリフォルニアインテグラル研究所ってところにいる、研究者の方がですね、HSP に特有の特徴というのをまとめてくれたという文献をベースにしてお話ししたいと思います。ぜひ当てはまったらね、HSP かもしれないなというふうに考えていただいて、まあ、HSP の特徴を生かすための行動っていうのを取ってみてもいいんじゃないかなということで、やっていきたいと思います。乾杯。ちなみにね、HSP の人っていいところもあって、普通の人よりも感覚が敏感なんで、それこそワインとか音楽とかアートとかそういう芸術的なものとか感受性がね高い人が楽しめるものってむしろ楽しめたりとかする場合もあるので、人とね楽しむものを変えてみるってのもいいやり方なんですが、今日ご紹介するですね HSP のがよく言われる言葉ってこれです。自分の友達とか同僚とかそういう人からいやそれは君のせいじゃないよと。いう言葉をですね受けることが多いというふうに思う方はぜひですねちょっと一回考えてみるといいかも、 HSP かもしれませんよというお話です。はい、これどういうことかっていうと、 HSP の人って感受性がとにかく高いんですよ。でこれさっき言ったみたいにいい方向に行くとアートを人より楽しめるとかワインとか料理とか人より楽しめると、であるいはそれを表現する能力もやっぱり高くなりやすいので、感じたものを表現するとか感じることをですね仕事にすると結構成功する人が多いんですよ。ところがこれモラハラの剣で、ネガティブなことも人よりも感じやすくなる、引きずりやすくなっちゃうんですよ。だから本当は自分のせいじゃない、あるいは自分のせいだとは断言できないような、そういったチームの失敗とか会社の失敗とか自分の身近な人とか他人の失敗も自分のこととして考えやすいということがですね、この研究でも明らかになってるんですよ。でこれさっき言った通りモラハの剣なんですが、文化によって長所とみなされる場合もあるし短所になるという場合もあります。例えばこのテッド博士の研究とか見てみると、インドとかタイとか日本もちょっとそっちの文化に属しますけど、そういうところでは失敗は自分事だっていう風に考える人ってやっぱ責任感が強くて、そういう場合は美点として扱われることもあるんですよ。ところが外資系の企業とかちょっと西洋風とかアメリカナイズド、されてるですね会社とかそういうところだと、この失敗を自分事として考えるっていうのは弱さという風に扱われることがあるので、まあ、自分がどういう会社とかどういう人と付き合うかによってこれはですね得意、いわゆるこうポジティブなものにもなるしネガティブなものにもなり得るんだよってことが言われてるので、ぜひ皆さんもですねそれを言われてよく言われるなって方は HSP かもしれないなと考えてみるといいかもしれません。でも HSP って実はすごく能力が高くて、 HSP の人の方がむしろ成功するジャンルってのがあるんですよ。逆に HSP の人がすごく苦手とするジャンルもあって、裏を返せば他人よりも優れているところがあるからこそ他人よりもネガティブから場所があるって、そのアップダウンが大きくなってるのが HSP なんですよ。じゃあこんな能力が高すぎるですね実は本当は高い HSP の知られざるメリットなんてね、知ってたらやっぱ便利じゃないですか、HSP の人としてはね。はい。で、このですね、動画は僕のD ラボの方で結構ね、詳しく解説してますんで、ぜひですね、今日の番組の概要欄の方からですね、見れますので、ぜひですね、D ラボ登録していただいて、HSP に知られざるメリットもチェックしてみてください。で、今回はですね、ホニャララのダメージが大きい。これ HSP かもしれませんよということで、HSP がですね、ちょっと受けやすいダメージっていうのを今日はご紹介します。で、これが分かってると、皆さんが HSP かもしれないと思ったら、対策がしやすくなりますし、あとは、HSP の人って、その特定のものに対してダメージを受けやすい。でもそれって実際気にする必要ないんだよ。なんでかっていうと HSP だから感じやすくなっちゃってるだけだから、実際に大きなデメリットがあるわけじゃないよってことを分かるだけでもかなり HSP の人がですね生きやすくなる。そして HSP の人ってもう隠された能力とか魅力がいっぱいあって、それを発揮することができるようになるので、実際に自分が気にしすぎなだけであって本当は周りからそこまで気にされてないよ大丈夫だよってことを知るために、ちょっと今日はですね面白い研究をご紹介したいと思います。本日の研究はですね HSP の研究で非常に有名なテッド・ゼフ博士という方がいまして、カリフォルニアインテグラル研究所の方なんですけども、この方がですね HSP についてまとめてくれた文献、この中から今日はご紹介していきたいと思います。これ実はね何かっていうと、 HSP の人はですね実は自分がした間違いに弱いっていう研究があるんですよ。 HSP の人っていろんなものに対して敏感なんですけど、その中でも特に敏感なものの一つが、自分が間違った決定をしてしまった場合、ミスをしてしまった場合、この時にですね人間ってやっぱり間違うとネガティブな感情がある程度湧くんですよ。でも例えばこれがすごく前向きな人だったら、いやもうこれはねしょうがないと受け入れて自分のね糧にしていけばいいんだとか、いやこの失敗をバネにして前に進めばいいんだって気持ちを切り替えれる人っているわけなんですよ。ところがこういう人たちってネガティブは感じてるんだけど、あまりズドンって感じてるわけじゃなくて、ちょっと感じてバネにできる、だからこう上に伸びていくわけなんですけど、 HSP の人はどうなるかっていうと、間違った決定をするときにですねしてしまった後、人よりもこの最初の感じでネガティブはズドンと大きいんですよ。
だから、ネガティブな感情にめちゃくちゃ弱いので、他人よりも大きなダメージを受けちゃうんですね。だから、普通の人だったら、あるいは前向きな人だったらダメージを受けてそれをバネに上がれるんだけど、HSP の人って落ちる分が多すぎて、バネは多少起きるんだけども、戻れなくなっちゃう人っても結構いるわけなんですよね。で、当然なんですけども、批判にも人一倍弱いです。だから、HSP の人だったら、もしね、SNS をやったりとか、まあ、タレントさんとかでも HSP の人がいますけど、絶対やっちゃいけないのがエゴサとか、あとはコメント、とかを、見るってことは、する必要が全くないです。はい。なんでかっていうと、見ると、必要以上にダメージを受けちゃうんで、やっぱ批判とかにさらされたりとかすると、ある程度さらされるとメンタルが強くなったりとか、そこから発見があったりとか、何クソって思って上に上がるってことできるんですけども、HSP の毛がある人っていうのはどうなるかっていうと立ち直れなくなっちゃうんですよ。叩きのめされちゃって。だから人間ってやっぱりね、ダイヤモンドと同じで、ダイヤモンドってダイヤモンドでしか磨けないじゃないですか。で、人間っていうのはやっぱり人間でしか磨けないんで、確かに違反にさらされるのは大事なんだけど、 HSP の人の場合はこれはお勧めしませんよというお話なんですね。で、さらにですね、これ行き過ぎると HSP がより強くなるとどうなるかっていうと、他人から批判されるのはやっぱり怖いんで避けるんです。ところがどうやって避けます？普通の人だったら、いや、サイコパスみたいに、全然、もう他人の意見の方が気にしねえからってできるんですけど、HSP の人はこれができなくて、自己批判っていうのを始めるんですよ。つまり、他人から批判される前に、自分をめっためたに批判したりとか、めちゃくちゃ卑下して、で、それで他人から批判されないように守るんです。つまり、こう、自分で自分を傷つけて、周りから、もう弱ってるから傷つけないようにしようって思わせようということをするんですが、ネットとかの場合とか、あとは皆さんの周りにもしサイコパスっぽい人とか、サディストがいる場合って、弱ってる人を攻撃したいっていう、まあネットの炎上とかする人たちがそうですよね。っていう人たちがいるので、これやっちゃうとよりね、HSP の人は追い詰められるというパターンもあるので、ぜひですね、自分が HSP かなというふうに思った方は、間違った決定をした時にネガティブな感情に自分は弱いと。そして、下手すると自己批判的、自分を傷つけるみたいな、そういうことに走りやすいので、まあ自分が間違った時に相談できる人とか、間違ったとしてもそのね、間違いが実は大したことないというか、過去のね事例とか見ても乗り越えられるなっていう風に客観的に見るのはすごく大事で、だから自分が HSP かなと、あるいは失敗のダメージが結構大きい、立ち直りづらいなと思ったら、 HSP の能力をですね、発揮するためのテクニックとかを使ってもらって、その自分の HSP を抑えるんじゃなくて、才能を生かす方向に考え方を変えた方が楽に生きれますよというのがですね、今日の放送でした。ぜひ参考にしてみてください。まあ、本日はこういう HSP の人のね、特徴の一つをご紹介したんですが、ただ HSP ってね、デメリットばっかりではなくて、実は HSP の人って独特の能力を持っていて、その能力が発揮できるジャンルとかに行くとすごいですね、能力を発揮するパターンとかあるんですよ。例えばワインなんかもそうで、ワインなんかこの香りをね感じれるのってすごく重要なんですが、このね香りとか味覚みたいな感覚ってやっぱ HSP の人の方が強いわけなんですよ。敏感なんで、っていう風に HSP の人が特殊にですね戦えるものってありまして、でそのですね、実は能力が高い HSP の知らざるメリットについて僕の D ラボの方ではまとめてます。まあ、D ラボはいわゆる知識のネットフリックスを目指して作ったサービスで、ネットフリックスみたいにいろんなね、心理学とか科学を解説した人生を変えるためのですね、知識が学べる動画っていうのが見放題になってますので、ぜひ番組の概要欄の方から D ラボの方もチェックしてみてください。HSP 以外にもいろんなテーマ扱ってますので、ぜひチェックしてみてください。